ジャンプスティックローテーションというエクササイズをご紹介します。通常のジャンプスティックというのはその場でジャンプをしてスティックするというエクササイズで、それに対して他にも前方だったり横方向で斜め方向というのがあるんですけれども、今回はそこら辺を全て統合したエクササイズになります。でローテーションなのでこの回転動作が入ってきます。で実際にやってみます。まず横方向を向いて、この状態からアスレティックポジションで腰、背中が曲がらないように注意してください。でこの状態から飛んで90度ローテーションをするという動きになります。で今横方向で分からなかったんですけれども、飛ぶ瞬間にこう膝が入らないようにするのを注意してください。でまたキャッチの時ですね、これも一緒、膝が入らないように注意してみてください。もう一度やります。アスレティックポジションからしっかり飛んで、で90度ローテーションをします。で、このローテーション系のエクササイズに関しては、少しずつできるようになったら、90度から今度はこう飛んでそのまま180度、270度、360度という具合に少しずつプログレッションといってレベルを上げて実践してみてください。でこれをやることでですね、サイドの横方向に対しての体幹、前後方向に対しての体幹だったり、いろんな要素が集約されて、これもまたレベルの高いジャンプのトレーニングになるので、そこら辺を理解しながら少しずつレベルを上げて実践してみてください。